渚橋口と平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚橋口とナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、割り本でございます。割り本でございます。8月16日でございます、はい、お盆も終わりましたね。終わりましてね、はいはいはい、夏休みもね終わりが見えてきましたけれどもね、うん、はい、いかがお過ごしでしょうか。私順風男女とそしてナレーターをやっております平野健介と申します。よろしくお願いします、はい、そして脚本家の渚志渕と申します。よろしくお願いします。そして8月ということで、はい、8月ということで8月ということでやっぱしね蜂をテーマにしなきゃいけないだろう。そうですね、はい、今月のゲストをご紹介いたしましょう。超危険スズメバチライフという本を、書かれましたスズメバチとルームシェアする、蜂毒妖精芸人こと丸沢丸さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。8月ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。当然8月生まれなんだよね。3月です。何やってんだよ。でも3月8日なのでミツバチの日。なるほど、出た。これ聞かれ慣れてるやつまんま。やべえ、術中にハマったよ、くそ。ありがとうございます。聞くんじゃなかった。すごい、ね、聞いてください。すごい合気道がいなされたね。俺の力を利用していなされた、ね、完全に転ばされました。嘘なんじゃないの。いや嘘ではない。嘘は違うんじゃないの。いやでももうね8月入って、はいはい、1週目2週目と、はい、このねまるちゃんの書いた本について、はい、あのこと言ってきましたけど、あの意外なことに割と盛り上がって、はい、はい、盛り上がっております。いや本当にそうなのよ。本当に意外なの。俺が一番意外なの。そう、あの下手にこう本をしっかり読んじゃったもんだから、喋、はいはい、りたいことが意外とあるなって。そうですね。虫は嫌いといえど。そうなのよね。まあ、実際だから読んで面白くなったから、これは本当にまあ今実際聞いてる人で興味ない人もちろんねいっぱいいると思う。まあまあまあまずはそうですね、あの試しに読んでみたら、そうですね、ちょっときっかけになるんじゃない、うん、きっかけになってもしかしたら激ハマりする人もいるんですよね。ね、虫嫌いな凪さんでも読めたぐらいですかね。いやそうだよ、うん、いや面白いなと思って、はい、ただ、はい、一方よ、うん、俺は虫嫌いだけどこの本読んでちょっと興味持ちました、はいはい、一方よ、うん、一方一方あのさ、はい、俺のね、まるちゃん聞いてよ、俺のさ、すごい仲いいやつでさ、うん、はいはい、自分は昆虫好きだってさ、カメカメ言ってるやついるのよ。はいはいはい、そいつならね、当然この本読んでんだろうと思ったらさ、はい、読んでないっていうのよ、そんな考えられる？いや、考えられないですけど、うん、まあまあまあ、まあそういう人もやっぱいますか。いるのか、そういうやつって言ってる人ほどって言うの。やめてよ、ポーズね、ポーズね、諦めないでよ。平野くんはね、諦めないでください。どうなの、読んだの。すいません、僕読んでません。おい、どういうことなんだよ。すいません、読んでないんです。だからね、これ、はい、下手したらよ、はい、下手したらもう、はいはい、俺の方が昆虫好きなんじゃないかと思って。それは譲れないですよ。いやいやいや、平野くんはだって、さすがに好きなんだもん。俺だって本当に平野くんが昆虫好きな様子を目の当たりにしたことはないからね。いやいやいや、話では聞いてるけど。いや、好きですよ。だって一緒に歩いててパッと昆虫捕まえたこととか俺見たことないもん。それ、凪さん嫌いだからでしょ。え？凪さん嫌いだからやらない。気使って捕まえない。気使って、気使って。え、そうじゃなかったら普段は捕まえてるの。すぐ捕まえます。すぐ捕まえて。飛んできたら。飛んできたら。すぐ。それはそれで問題だと思う。いいよ。それはいいよ。からそうなの、ね、そう、あんま出さないよ。本当かな。いや、ちょっとさ、だから俺確かめたくなってきてさ、はいはい、いや、あえてよ、はいはいはい、あえて、いや、だから虫愛よ。そう、虫愛、虫愛というか、なんならスズメバチ愛、ハチ愛をちょっと確かめたくてさ、はいはい、まあ、せっかくまるちゃん来てるから、そうですね、まるちゃんにさ、その専門家からしたところのね、まあ、まずはちょっと簡単なところから、はいはい、ハチクイズ出してもらおうよ。おーし、望むところですよ。でさ、俺と平野君どっちが答えれるかをさ、はいはい、ちょっと戦おうよ。余裕ですよ。いやいやいや、今の俺は相当強いよ。いや、本当にこれを読み立てほやほやなんだろ。そうそう、超危険すずめだ。めちゃめちゃ無理だ。ちゃんと読んでくれ。あのだからね、先週先々週をもし聞いてくださってる方いたらわかると思うけど、ほぼ俺が喋ってるからね、この本の話題。あ、そうですね。それはそうですね。なんなら、はい、なんなら、まるちゃんより喋ってるぐらい。はい、
さ、熱が強いですね、はい、あ、だからね、はい、多分嘘じゃないって豆ちゃんも分かるでしょ、俺が本当に読んでるって分かるでしょ、あの、まあ、全編通してなんか興味を持ってくださってるのが、分かるでしょ、そう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 、嘘じゃないの、ワードワードで、そうないよ、そういうの興味あるから俺もだ興味あるよ、いやいや全然だよ、まあ、たまたまね、ごめんなさい本当に、まあまあ、はい、ここで取り返してよ、ああ大丈夫大丈夫、いや、そう、そうよ、だから結局ここでクイズに勝てば、はいはい、あ、はいはい、やっぱ平野君って好きなんだねってなるね、うんうんうん、でこれで、はい、あの勝てなかったら、はい、二度と昆虫採取、二度と丸ちゃんと昆虫採取行かない、はい、やだ行きたいよ、あと、あの家にある標本も全部丸ちゃんにあげてくださいだよ、そこもかけての戦いだから、高い標本くださいそうそうそう、はい、いや、そんでさ、もうせっかくだからさ、はいはい、あの、どこのご家庭でも1個あるね、はい、あのクイズの早押し機を俺家から持ってきた、あるんですかみんな初めてみんなあるのこれ、いやだからちょっとやろうよこれ、はいはい、持ってますみんな、どこの家庭でもね、はいはい、もうホットプレートの横かなんかに絶対置いてあるね、クイズやるときね、そうそうそう、併用して使うことあるのかなホットプレートもちょっともうお腹もいっぱいだし、じゃあ早押しクイズやろうみたいな、腹ごなしに使うのこれすぐ出せるようにな、家族なちょっと持ってきたから、はい、ちょっと早押しクイズ的なのなんかもしマルちゃんあったらさ、クイズ出してよ、わかりました、ぜひぜひ、じゃあスズメバチクイズ出させていただきます、はい、じゃあ早速、はい、いきますよ、はい、おっしゃ、問題です、はい、スズメバチに刺された時、うん、一番正しい対処はどれでしょう、3択です、はい、1番口で毒を吸い出す、2番手で毒を絞り出して冷水で洗う、3番おしっこをかける、おはい、ナミさん、はい、はい、2番イエーイこれは、はい、あのこの本読んだ者にとっては、はい、超簡単です、そうなんです、もう入ってますか、スイッチ、あのね、え、入ってちょっと、押してちょっと入ってるでしょ、絶対入ってるでしょ、入ってたよ、で、押してみ、ほら、はい、反応するでしょそうなんです、はい、ちゃんとこの本の中に、はい、刺された時にやっちゃいけないことっていうページがあるんだよね、そうなんです、そうそう、そこにね、はい、全部書いてあって、すげえ熟読してくれてるよ、熟読してるよ、いや、いや、しかも、うん、口で吸い出すなんて、うんうん、ちょっとあのいいんじゃないかって思ってたからね、うんうん、あ、そうそうそう、なんかね漫画とかでよくあるじゃないですか、うんうん、そういうの、確かに漫画で見たことあるな、そう、でも、はい、あの口の中の雑菌がその傷口に入っちゃうので、ああなるほど、だからこれが逆にそうか、そっちか、口の方がね、あの内臓にはどうやらそのスズメバチの毒って入っても大丈夫らしいんですよ、で、あの血の中、血液の中に入っちゃうと、そうそう、なんか昔これテレビで見たことあるんですけど、赤血球、うん、あの血液とスズメバチ あの毒混ぜたら、赤血球がパチ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 破裂して、いや、なくなってくって、そうそう、なくなってくというか、わ、白血病になっちゃうじゃん、みたいなことですよ、ね、そんななんだと思って、こんなことが起きてるんだ、刺されたところで、絶対吸っちゃダメだね、いや本当ですよあ、そうですね、これからね増えてきますからね、そうなんです、そうなんですよ、おしっこをかけるっていうのは、うん、まあ、これも不衛生なので、ね、俗説ってやつですね、それはまあ確かに、うん、そのなんかそういう迷信っていうか、そういうのでは聞いたことあるけど、うんうん、まあ確かにあんまやってる人見たことはない、確かにねないですよね、うんうん、って、ね、昔はなんか本当にそれが信じられて、ね、やられてたっていう、なるほどね、そうなんでございます、勉強になりますね、はい、じゃあちょっと俺一問正解したから、はい、それこれこの戦うマヌカハニー、一つアメちゃんを、はい、じゃあプレゼント、やったね1マヌカハニーいただきました、これでも正解するごとにどんどん答えづらくなってるいや、しゃぶらなきゃいけないとりあえず、いや違う、ポイントとしてここに置いてる、俺だから1位マヌカハニーだから、はい、うん、さあさあさあ、じゃあ続いていきましょう、よし、第2問ね、第2問目です、いきます、スズメバチが狙った敵を集中的に攻撃するためにマーキングをするんですが、そのマーキングの方法とは一体どんなものでしょうか、お答えください、ええ、あ、戦略じゃないのね、そうなんです、え、マーキング、あれのことかな、お、はい、はい、平野くん、はい、毒を噴射してかける、うん、あ、正解、おー、優勝です、いや、それ、いやいやいや、それね、それのことかなって思ったら、はい、
フェロモンじゃないけど、あ、そうです、攻撃フェロモン。そうだよね。いや、それはね、この本にもちろん書いてあって、それのことでいいのかなって今ちょっとね、悩んじゃった。そう、やっぱね、こう、一朝一夕の知識と今までこう、好きな違いますね。急に強いやってるから。遅かった。日程は遅かったよ。さっきは一問目答えられなくて壁に頭ぶつけてたのに。あ、でもいや、今のは俺も答えられなかったけど分かりました。はいはいはい。じゃあ僕、一万ぬか入って。行きましょう。やべ、並んじすごい、いい勝負。ちなみに、はい、まるちゃん的に今のところの2問は、はい、初級編なの？初級編、中級編ぐらいですね。ああ、ああ、じゃあ中級まで来てるのね。はいはいはい。次のは、はい、本読んでたら、もしか、僕のその、本読んでたら多分分かるかな、ぐらいの問題でございます。それを飛ばして。それは飛ばさねえよ。絶対飛ばさねえよ。いや、だから逆に言うと、それを俺が答えれなくて、平野くんが答えちゃったら、本読む必要ないってことです。やべえ。そうなっちゃうのか。全員損する。絶対、ナギさん頑張ってください、ちょっと。頑張る、頑張る、頑張る。はいはい。それでは参りましょう。じゃあ、お願いします。今回は3択でいきます。はい、3択で。はい、いきますよ。外国にいるオリエントスズメバチっていうのがいるんですが、はい、そのオリエントスズメバチは驚きの能力があります。その能力とは次のうちどれでしょうか。3択です。1番、危険を察知すると自爆して毒を飛び散らせる。2番、成虫の体の硬さが昆虫界で一番硬い。3番、太陽光発電をする。さあどれでしょう。お、平野くん1番。はい、これで回答権をけんちゃんは失いました。はい、だからどっちかだよね。はい。ちょっと待って。成虫の体の硬さが昆虫界1なのか、太陽光発電をするのか。ちょっと待って。それ俺読んだとこにあったかな、それ。豆知識ぐらいのところにちょびっと入ってますかね。じゃあもうならないかな。お、まあならないけど、はい、じゃあはい、行きましょう。じゃあお3番。はぁー、よし、すごい。いや、あのね、すごい、ほんと、ちょっと待って、そうなんです、あったかな。すぐ調べちゃう。外国のスズメバチのあたりの、うん、この辺、あ、そうです、一番最後のここです。あー、ここ、発熱だ。2016年かな、にその発見されたというか、調べられて初めて分かったんですけど、オリエントスズメバチっていうのがその体の中で、まあ、微量ですけど、太陽光発電をしてるっていうのが、ソーラーセルがね、そうなんです、はいはいはい、でそれエネルギー変換できるってことですか。うん、できているらしいんですけど、はぁ、まあ、でもそのまだその発電効率はそんなにいいものではないんだ。マヌカハニーが置かれた。マヌカハニーになる。でもね、はい、一番硬いのは おそらくゾウムシですね。あ、そうそう、クロカタゾウムシね、はいはいはい、そうなんですよ。まあね、こういう知識もね、僕はありますから。それは知ってます。ゾウムシはあとあれでしょ、はい、あの熱にも、あの冷たいのにも強いんでしょ。それ違う、それは違う、それはクマムシ。あ、それクマムシ。そうそう。やべ、間違えた。やべ、あそこ恥ずかしい。あそこが出た。そうなんですよ、はい、でも多分生物界、下手すると生物界で初ぐらいのその太陽光発電する生き物が、太陽光は確かにそうだね。だってうなぎとかも別に太陽光じゃないもんね。そうなんだ。そうなんだ。それがすごい。いや、面白いですね。いや、これめちゃめちゃ楽しい、このクイズ。いやいや、楽しいって楽しんでるけど、あんた負けてきた。いや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 、お願いします。はい、ちょっと待って、今週は次がじゃあラスト問題ぐらいかな。お、そうですね。そうしましょうか。はい、わかりました。あ、ちょっとまあペースにもよるけど。はいはい。じゃあラスト。はい。今度はもう3択じゃないので、はい、もう直感で答えてください。オッケー。もうこれはもう超上級というか。マジ上級？はいはい。やったことない人じゃないとわからないかも。やったこと？え、これ読んでてもわかんない？読んでても、あ、でも読んでたらわかるかな。ちょっと待って。余計ハードルが。さあさあ行きましょう。問題です。はい、まあ、僕が、はい、そのスズメバチとルームシェアを、はいはい、してるんですけど、まあ、この本で言う通り超危険で命がけでやってます、うんうんうん、スズメバチとルームシェアする上で、うん、一番命がけなのはどおっと、おっ、ケンちゃん、
それはですね、はい、巣箱から出し入れするとき、うん、飼育箱から出し入れするときです。正解。それね、乗ってた。うわー、すげえ。悔しい。やべえ、読む必要ないかもしれない。やべえ。平野くんは読まなくていいよ。いや、アマゾンの箱はじゃあ開けないでください。開けないでおきます。未開封で価値が出るかもしれない。やるね。あ、そう、それは、やっぱ知ってた。ですね、これ丸沢さんの取材を見ました。ああ、はい。あ、そうか、そうなんです。ちょっとあの詳しい媒体ちょっと分かんないんですけど、はいはい、リンクを貼っておきますけど、丸沢さんがまさしく、うん、その命がけな時はどこですかっていう質問に対して、はいはいはい、あのね、本の中では、うん、その要は多頭飼いが危険だよっていうくだりがあって、ほうほうほう、その要は何匹もその、うん、要は出し入れするのが危険だから、いっぱい飼ってるとその、はい、要は一匹ずつ移すとかが難しいから、そこが一番危険だよっていう表現で書かれてたんですよ。蓋が開いて他のやつ捕まえてる間にもう一匹が逃げ出すみたいな、一番危ないので、ね、はい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 、ありがとうございます。僕、丸沢さんの普段の動向を追ってますんで、やっぱその本が好きでも僕の方がやっぱ丸さんへのこう気持ちがこう出ちゃうかな。まあでもそれは関係ない。同点、同点だわ。今ギリギリで。ちょっとこれ来週の来週の話しましょう。俺絶対そう。いや、決着つけようよ。う、絶対ちょうどあと3問用意して。 OK、 よろしくお願いします。徹底的にやろうよ。うわ、すごいぞこれは。まさかこんなに盛り上がるとは。それでは、はい、ですね、はいはい、もう一度改めて書籍の名前を紹介させていただきたいと思います。はいはい、長期圏スズメバチライフということで、こちらの、はい、本ですね、丸沢丸さんが書かれております。講談社さんから出ております。こちら、オンライン版じゃないわ。毎回ちゃう、電子書籍のバージョンもございます。はい、ぜひぜひお手元に一冊置いてください。本当に興味ない人も楽しめる、楽しめると思います。はい、よろしくお願いします。それではまた来週、また来週、バイバイ。はい、なぎさわしぶちと平野健介の割と本気です。